どうも向井田です。私は今ですね、動画を編集するソフトを今まで使ってた Adobe Premiere Pro というものから、まあ、よりカラー編集がやりやすくなった DaVinci Resolve というのを乗り換えてるんですが、他にも興味があるソフトウェアがありまして、モカプロというトラッキングツールの勉強を始めました。これはですね、まあ、今ちょっとバックグラウンドで流れてるんですが、オブジェクトをですね、正確にトラッキングをすることで、まあ、さまざまなすごく自然な VFX 効果を生み出せるようなそういうツールです。まあ、トラッキングっていうのは、まあ、その、まあ、レイヤーの構造とかを持たない動画にいろいろ置き換え処理とかですね、効果をもたらすことができる、まあ、革新的なツールということで勉強したいなと思っております。今ちょっと再生してる動画、これ先日北海道で撮ってきた絵なんですけど、この、まあ、左下の方にですね、看板と人が映ってます。この人だけを綺麗に取り除けないもんかなと思ってですね、試しにやってみたいと思います。で、まあ静止画だったらですね、まあ簡単と言ったら怒られると思うんですけど、まあ楽です。動画の場合はこの1秒間に30フレームありまして、まあこの動画と何秒あるのかな、ちょっと秒数が分かんないけど、フレーム数でも結構あるので、これをですね手動でトラッキングするっていうのは非常に大変な話なので、まあうまくできるかどうかやってみましたら、ちょっと感動することが発見したので、ご紹介したいなと思ってます。これちょっと小さいんで見やすくするためにちょっとここをアップしたものかな。で、これですね、ここですね、これをトラッキングして、消していくということをやっていきます。で、実はもうですねトラッキングをしてあります。ここにトラッキングヒューマンバックグラウンドインフォとあります。インフォっていうのはこのインフォメーションがある案内板ですね。この看板をインフォで、バックグラウンドっていうのは置き換える元になる、まあ地べたの要素で、消したい対象のヒューマン、これですね、これを、まあ、トラッキングしてあります。トラッキングをするとですね、まあ今分かりづらくなるんで、ヒューマンだけ出すと消したい対象がこの人ですと。でこれ最初、まあ、何点だ ?1,2,3,4,5,6,7,8 点ぐらいで囲ってあるんですけど、これをですね囲ってこう自動的にトラッキングをさせると、こうやって人をですね追従していってくれるというものです。ちょっと今アップしすぎたんで最後の方が映ってないですけど、こういうものです。これでどうかな、これぐらいだったらいけるかな、はい、こういうもんですね、はい、これが動画の最後のフレームと。で、普通ですね、まあここに出てくる要素としては、この一番最初のシーンはこの案内板に人がかかってるっていうところなんですね。ですからこの人を撮った時に何に置き換えるかっていうところは、まあさっきレイヤーのこのバックグラウンドでもあったように地べたを置き換えるんで、最初この人の赤いこの囲った線、それと案内板がかかってるところが茶色になるんだろうなと思ってやってみました。ところがですね、これなかなか優秀、これ左上のここの順番もあるんですけど、これがですね非常に優秀な結果をもたらしてくれましたので、ちょっと紹介したいと思いますが、まあもうトラッキングは済んでるんで、あとはもう置き換えの処理を一発やってみるということなんですが、例えばここ、はい、それではですねちょっとレンダリングしたいと思います。こっち側にしてレンダースタート。で、まあこういう処理はですね非常に重いんで、ワンフレームずつこうやって書き出すんで、後で早送り、動画作るとき早送りすると思うんですが、本来映ってないはずのこの看板がですね映ってるんですよ。これはもう多分この後人が離れていくじゃないですか、その後の
インフォメーションの看板から遡って推測して、今人が重なっているこの部分ですね、この辺りの部分をこうであろうことを推測して映像を作ってるんだろうなと。じゃないと説明がつかない。だって機械なんだから、この裏にどんな看板があるかなんか分かるわけないんだけど、こうやって作ってくれるっていうのはめちゃめちゃ優秀だなと思ってます。はい、終わりましたね。こんな感じで見ていただくともう分かると思うんですけど、もう全く自然にですね、もう最初から人がいなかったかのように綺麗に看板だけ残って、なんていうんですか、いやちょっと感動したなこれ。いやもうすごいわ、モカプロ。やっぱこう買おうかな。結構いい値段するんですけどね、8万円ぐらいするんですけど、ちょっと感動しちゃって欲しくなっちゃったなという気がしてますが、まあ動画をやらない人にはどうでもいい話で申し訳ございません。まあね、結局なんていうのかな、このトラッキングが正確にできるっていうのは、別にまあ今回僕はまだ駆け出しなんで、不要物の除去をやってみましたけど、別に不要物の除去だけではなくて、こんなの本当に初歩の初歩で、これを応用していくとですね、もうとにかくいろんなその VFX の要素ですね、その CG っぽくない実写なんだけど、まあここにないものがあったりあるので、これ回転してますよね、ドローンがね。これをね、回っているということも認識してるし、こう奥行きですね、奥が動く速度と手前が動く速度違いますんで、こういったいわゆる奥行き感とかっても全てソフトウェア側で認識しているということで、まあこれを使ってですね、もっと修行してなんか楽しい映像が作れたらなというふうにちょっと思いましたのでご紹介します。はい、ちょっと最後に追加でなんですけど、先ほどまあ書き出した動画、最後どうなるかっていうと、このリザルトというフォルダに TIFF の連番のファイルができるようになります。ですからこれまだやってないですけど、 Adobe エンコーダーかなんかで、動画にするんだなと思うんですが、この一つのファイルを見るとですね、24メガぐらいのファイルになります。でサイズがまあもうもともと 4K で撮ってますから、まあ、4K なんですが、これ見ていただくと RGB24bit ってことは 8bit で出ちゃってんですよね。ここがちょっと微妙なとこですね。つまりこの元絵っていうのは 10bit で撮ってますから、まあ色深度が悪くなっちゃってる感じですね。ということはまあ最後はどっちみち 8bit で出すんですけど、最後の最後にもう色調整終わった状態のカットを H264 で切り出さないとダメかなと思います。ちなみにですね、モカプロの僕はこれあのスタンダードバーを今使ってるんですが、 H265 は読めません、つまり Mavic 2 Pro で撮影した、10bit のログファイルが読めないということになります。ただ不思議なことに、アフターエフェクツ版はアフターエフェクツで読み込んだ後、まあ 10bit の H265 の動画ファイルも開くことができましたが、編集でですね、なぜか僕の使ってるやつにこのリムーブタブとかタブが出てこなくてですね、まあ使うの諦めて今スタンドアローン版をやってるんですが、そういった部分では運用に若干コツが必要かなという気がしました。